さあヘリオスの後についてどのようなレースが展開されますか。第2回を迎えました宝塚記念、さあゲートが開きました。まだほとんど一線であります。わずかに駒レーションが遅れておりますが、先頭は2番のヘリオスが先頭であります。続きまして4番のシーザーがついております。シーザーが2番手についております。3番手に5番のリュウライト、それからホマレイヒロであります。ホマレイヒロが内からこれで2番手につこうというところであります。ホマレイヒロが2番手に行きました。 1600m のハロンボを通過いたしました。ヘリオスが先頭であります。ホマレイヒロが先頭、ヘリオスが先頭、続きましてホマレイヒロが2番手であります。3番手にシーザー、3番手にシーザー、4番手にはリュウライト、リュウライトが一番後ろであります。ヘリオスとホマレイヒロの差は3馬身か4馬身、 1300m、 あと 1300m、 この辺りでヘリオスがちょっと差を開いてまいりました。差を開いてまいりました。シーダーは3番手、4番手にリュウライトであります。先頭ヘリオス、1200のハロンボを通過しました。差がまた開きました。差が開きました。しかしながらこの辺りでホマレイヒロとシーザーの差がちょっと詰まってまいりました。先頭はヘリオスであります。まもなく1000のハロンボにかかろうというところ、5馬身から6馬身開いております。シーザーが2番手にそろそろ出ようという勢いであります。しかしながらホマレイヒロもよく頑張っております。リュウライトは相当遅れております。先頭ヘリオス、先頭はヘリオスであります。ハンコーラーにすでにかかっております。続きまして2番手にホマレイヒロ、3番手にシーザーであります。あと 800m のハロンボを通過いたしました。先頭はヘリオスであります。続きましてホマレイヒロ、ホマレイヒロが2番手についております。差は5馬身ぐらい、それから2馬身ほど遅れましてシーザーであります。シーザーがホマレイヒロに並びました。シーザーがこの辺りでぐんぐんと出てまいりました。ヘリオス、あと 600m のハロンボを通過。シーザーがぐーっと差を詰めてまいりました。後続馬が差を詰めました。リュウライトはずっと後ろでありますが、さあヘリオス第4コーナーにかかっております。続きましてシーザー、シーザーが2番手でいます。シーザーが2番手、あと400のハロンボにかかります。あと400のハロンボにかかります。ヘリオスとシーザー、ヘリオスとシーザーです。ホマレイヒロはちょっと遅れたが、横にずっと一線並びました。リュウライトも来ました。リュウライトも来ました。さああと 300m、 あと 300m シーザーが出ました。シーザー、ヘリオス、シーザー、ヘリオス、ホマレイヒロでいます。シーザー、ヘリオス、ホマレイヒロ、シーザーが懸命に出ました。シーザーゆっくり出ております。ホマレイヒロが2番手、ホマレイヒロが2番手であります。ホマレイヒロが2番手、ヘリオスを返しました。ホマレイヒロ来た、ホマレイヒロ来た、最後懸命叩いた。あとわずか、あとわずか。しかしながらシーザーが1着であります。シーザー1着、続きましてホマレイヒロ、2着がホマレイヒロ、3着がヘリオスであります。4着リュウライト。しかしながら最後懸命に、あとあわよという瞬間がございました。ホマレイヒロ